さあどうもこんばんは。さあ現在ですね、私が乗っている車両は日産アリアのですね B9 E-Force 初回生産限定グレードリミテッドというですね、はい、日本国内における、最高のですね、EV の1台であると、言われているですね、このアリアの特に最上級グレードということになります。すでにですね、このチャンネルでは EV 性能の検証、さらにはですね、チャデモ充電インフラのですね、現状だったりですね、それを踏まえたアリアのですね、リアルワールドにおける性能評価であるですね、北陸遠征も行いました、というところなので、最後ですね、この車の総括というところをね、行っていきたいわけですけれども、はい、今ねスポーツモードで走行しています。音がね入っていたのが分かると思いますけれども、これもですね多分以前のね、昔の動画なんかでも説明したと思いますけども、どうですかこの音、なんか電子音でねやっているわけですけれども、これあのニスモなんかだとちょっとまた違うね音なんですけど、結論から言ってちょっとあの最初からこんなこと言うのはあれですけど、ちょっとこの音の作り込みちょっとどうですか、なんか、ね、取ってつけたような EV にとりあえず音必要だからみたいな、ちょっとこれ開発者の人には本当申し訳ないですけど、ちょっとひねりがなさすぎる、なので正直これで高揚感が出るかとかって言われると、少なくともねこれあの僕の価値観ですけど、全くないですね。これだったら別に音なんていらないよねって話になりますから、こういう話はね例えば メルセデスなんかにも言っていたりしますけれども、やっぱりだから体感のねあのスポーツサウンドとか感情的にも、あこの音いいじゃんと、 EV に音あってもいいかもって思わせてくれるような音でしたから、やっぱそういうのを含めるとねちょっとアリアも、日産もですね何かちょっとこう考える必要はあるの、音をつけるならばね、僕は音は別にもうこういうレベルの音であれば僕はいらないと思っちゃったりしますけれども、なんかちょっともうちょっとですねこうひねりだったりとか欲しいなと感じてしまいます。すでにですね高速走行におけるさまざまなですねこれ性能評価もやっていますから、あのいちいちね細かく説明はしませんけれども、いいのはやはり静粛性ですね。市街地を走行していても非常に音が静かですよね。ここがですね前後ともに、二重ガラス採用していますから、ここはやっぱりですねフラグシップとして静粛性対策をバッチリやってるというところですね。こういうラフなですねこの路面に関しても、そんなですねこれ気になるようなロードノイズも入ってきませんからね。他方でやはりどうしてもですねこれ市街地走行なんかでもこれ気になる点をねいくつか指摘せざるを得ないのが、なんと言ってもですねこれは乗り心地ですよね。まずはやっぱりふわふわしちゃうなっていう感想が否めないわけですけれども、これはねもうその国産メーカーとしてこういう乗り心地セッティングにしてると言われたら、僕はこれも一つありだとは思います。日本人こういうの好きって言うじゃないですか、それはいいと思うんですが、問題はこのふわふわの中にもまだちょっと段差みたいなのがあんまりないんですけど、ここその中でもですね段差に入ると非常にですね突き上げを感じる。でこれはちょっと僕アリアのいいな、でもな市街地検証したんだよな、あれは E ペダルとかあっちの方に特に注目しちゃってたんで、乗り心地そんなにでもな気づくはずなんですけど、タイヤもですねこれミシュランの、プライマシー4ですね。で空気圧も完全にメーカー推奨値に合わせてますから、ちょっとそれを考えると、今これね、B レンジです。B レンジで減速をして、今もブレーキを踏んでます。はい。ちょっとね、乗り心地も含めますけれども、乗り心地とともにもう一点やっぱ指摘しないといけないのが、このですね、E ペダルなんですよね。皆さんですね、これ電気自動車、どんな電気自動車に乗られてるかわかりませんが、一部のですね、例えば、
まあ、テスラ社筆頭にですね、ボルボだったりですね、あとは、メルセデスですかね、まあ、他にも、ね、何車種かあると思います。まあ、ヒョンデとかね、この辺あると思いますけれども、ワンペダルドライブを採用している EV を使用されている方もたくさんいらっしゃると思います。あ、もちろんですね、これ、リーフもそうです。リーフもそうなんです。ところが、どっこいですね、この車、ワンペダル走行ができないんですね。その代わり、これですね、E ペダルというボタンがあります。はい、今 E ペダルのボタンを押しました。オンになりました。E ペダルになるとですね、ワンペダルできるんじゃないかと思われがちですが、この車はですね、リーフの E ペダルとは違ってですね、E ペダルステップというですね、何かですね、ステップという注釈を付け加えているので、うって思うわけですよ。まさにその名の通りですね、E ペダルがワンペダルのことを指すとしたらですね、ステップ、つまり何かですね、もう一踏みを加えるんですよみたいなことを示唆するようなネーミングですよね。そうなんです。つまりワンペダルができないんです。時速ですね、10キロとかその徐行レベルまではですね、これは、減速してくれるんですが、最後の完全停止まではこの車やってくれません。でもちろんこれ B レンジになると回生はしてくれますけど、それもさらに弱いんですね。で、僕リーフを持っています。リーフを運転するときにですね、僕はワンペダルドライブ、つまり E ペダルを使わないんですね。なぜ使わないか。リーフのワンペダルの弱点は、最後の完全停止の際にですね、カックンしちゃうんですね。ここがですね、自分でも気持ち悪いと感じますし、特に同乗者がいる場合はもうもっとですよね。なので、基本的に、E ペダルを僕は使いません。リーフの場合は。アリア、どうなのかって話ですよ。アリアの E ペダルを、E ペダルステップを僕は使うかと言われると、ちょっと僕は、やはり E ペダルステップも使いづらいなという印象があります。というのもですね、これね、まずアリアの大問題点を一点指摘すると、これどっか、そうそうそう、これで、多分この画面が ADAS の画面なんですけれども、映ってはないのかな？アクセル前閉、ライトがつきますよね。ほら、今、ランプがつくんですよ。なので、これを見ればわかりますけど、今一回 E ペダル解除しますよ。E ペダル解除して、アクセル踏んで前閉しまーす。はい。ブレーキランプつかないんです。いいですか？これ非常に重要ですよ。B レンジ、E ペダルなし。ブレーキつきません。E ペダル、オンにします。まあこれ B レンジですけれども、どれぐらい？どれぐらい？これはまだつかない。この減速はまだつかないが、今は信号青。大丈夫か？ここはつく。あ、結構減速する、する、する。はい、ダメです。いいですか？その、今の、この E ペダルステップの大問題っていうのが、まさにもういろいろとこれ集約されてるんですが、人間ね、人間、確かに今みたいな中域からの減速っていうのも もちろん必要ですよ。当たり前ですけど。ところが、E ペダルの何が一番いいかっつったら、最後の完全停止ですよ。最後の完全停止のところまでアクセルをうまく抜いていって、最後完全停止のところ手前ら辺でもう離すんです。完全停止っていうか15キロぐらいになったらもうアクセル抜いちゃうんですよ。それで最後車に勝手に減速、もう全てを任せるんです、完全停止まで。この最後の部分こそ、このワンペダルドライブの一番美味しいところなんですよ。なぜか、ね、これタクシードライバーでもなければ、やっぱりですね、いくら運転が上手いみたいに言われてる人も、やっぱね、100キロとか運転しちゃうと、どうしても疲れてくるんですよ。そうすると、そのね、
ブレーキの最後のこういつもうまく止まる人でも 1,2 回ぐらいですね、こうブレーキつんのめるとか、ちょっと強かったなとかって感じることあるんですよ。でもワンペダルだったらこれ機械がやってくれるわけですからね、車側がやってくれるからそんなの一切ないわけ。はい、時速15キロぐらいですね、時速13、4キロぐらいからもうこう滑走していくわけですよ。だから15キロからね、ワンペダルのいいところで待ったアクセルをもう離して私は何もしないっていうことが、むしろアリアの E ペダルステップの場合は時速15キロからこそ我々のブレーキのタッチの感覚が毎回問われるんですよ。これって僕逆だと思ってるんですよ。つまりワンペダルドライブの一番美味しいところをこれはむしろ全く奪っちゃってる。てかなんならそこを気にしないといけなくなるから、むしろなんかユーザーとのドライバーとしてはむしろ気を使う部分になりかねない。だから僕この E ペダルステップって正直言ってなんかちょっとこれ実用的に使うっていうのは僕はちょっと考えられないというぐらい、非常にこの機能は残念なんです。なのでワンペダルできるかどうかっていうのはなんかね、なんかよくわかんない、なんかたまになんかそのわけわかんないこと言ってる人がいて、なんか BZ4X はワンペダルドライブだとかなんか言ってる人がいますけどなんかそのこの E ペダルステップも含めてワンペダルドライブっていうのはいいですか、ワンね、文字通りです、ちゃんと皆さん文字通り理解してくださいね。ね、ワンペダル、つまりアクセルペダルだけでね、極限的には全てを操作できるよっていうのがワンペダルドライブなのであってね、 BZ4X がさワンペダルドライブだとかさ、それなんかあのしょうもないこと言わないでください。まあそれはもういいとして、何にせよこの車もね、あのそうだちょっとBZ4X になんかあの飛び火してるのがちょっと かわいそうなんですが、まあアリアに話を戻せばね、アリアのインペダルステップも全く同様です。これはワンペダルドライブじゃないんですよ。なのでそのテスラだったりとか、まあ、ボルボとか、まあ、ヒョンでもいいですけど、ああいうもののワンペダルドライブと一緒にしてはいけません。なので僕はそういう意味においてこのワンペダルドライブっていうのは、ほらここでも今ブレーキランプつくでしょ、ちょっとねやっぱねこのブレーキランプのつき方が、ほらこれでもブレーキランプつくんだもん。テスラモデル X がいますけども、あれモデル X でしょ、そうだよね、 Y じゃないよね。なんかねこのねやっぱブレーキランプのまずつき方が、僕ねワンペダルドライブも結構練習したんですよ、あの北陸の1100キロでそのブレーキランプをいかにつかせないかみたいなところをやりましたけども、やっぱねテスラのやっぱあのねギリギリまでつかない。もちろん法律の範囲内でのそのブレーキランプのっていうのはもちろんありますよ。これはもうあの法律で決まってます。 0.151 でしたっけ、ちょっと忘れちゃいましたけども、まあ何にせよそのちょっとねアリアの場合だとブレーキランプがチカチカしすぎるで、僕これは経験があってアリアと並走してたことがあるんですけど、多分おそらくねワンペダル使ってたんでしょうね。てかこのワンペダルって言っちゃいけないわ、 E ペダルステップですけども、ブレーキのチカチカ度合いが尋常じゃないんですよ。で僕あれ見てやっぱねドキッとしました。あこれ運転が下手とか言っちゃいけないけども、やっぱりその E ペダルステップを使うとちょっととんでもないぐらいブレーキランプがチカチカする。でこれはおそらく周りの今みたいな背景事情を知ってる人なんていうのはほとんどいないわけですから、これを考えるとちょっとこいつなんか大丈夫かって思いますよね、普通思いますよねそれ。まあなのでそういうのを含めるとやっぱりこのほらだってこの減速だってさもうブレーキランプついてんだもん。これはちょっとね良くない、今の減速だよ、これはついていいよ、これは今のはいいよ。てか ちょうど前にモデル X 来ましたけど、あいいじゃんこれさ、モデル X のはね、待って見るよ、これさモデル X さなんか 75D なんか書いてあるね、なんとか D って書いてあるから、これ多分ワンペダルできないんだわ。
だからいいよいいよいいよ、これ一緒の条件じゃん。これ E ペダルステップと全く一緒の条件ですよ。前モデル X なんとか D だけど、ちょっと、あ、ちょうどいいじゃん。ちょっと待って、これいいよいいよいいよ。これ次減速したらさ、ちょっといいよ、この減速 G のあれ見ようぜ。ダメだー、ほらほら、だから今のでこれブレーキランプがついたけど、今僕はそのもっと前段階でモデル X が右に行くってなったから、ちょっとアクセル抜いただけでもうブレーキランプつくわけ。これはさ、もうチカチカするよ。今これでこれで、はい、もうついてるもうついてるもうついてる。いや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 、やっぱ早い。そう、ちょっとね、伝わってっかな、ちょっとわかんないけど、何にせよその僕が何を言いたいのかつと、はい、でこれ最後ね、最後私がうはい、これぐらい気を使ってようやくまあ止まれるわけですけれども、まあそれはね、あの私のもちろん下手さってのはもちろんあるんですが、結局何が言いたいのかつと、その運転が上手い人、すごく上手い人であれば毎回毎回綺麗にブレーキ止められるとかいう人ももちろんいるだろうしね。でもそういう人だったとしても、やっぱりロングドライブになればなるほどだけですね、やっぱどうしてもつんのめりみたいなものっていうのを感じるわけですよ。こういうものをですね、どん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 なくすことが可能なのが、まさにこのですね、電気自動車のワンペダルドライブなわけですよ。なのでこのですね、ワンペダルドライブを日産が廃止したっていうのは、これはですね、実は僕はこのアリアを購入検討する上でも、実はですね、かなりクリティカルな、まあ一つなったわけですよ。まあ、というぐらい、何が言いたいのかといえば、電気自動車においてワンペダルドライブっていうのはめちゃめちゃ重要な要素なんです。なので BZ4X とかね、アリアとか、あともう何でもいいけど、そのなんかワンペダルドライブができない EV を買って、いや電気自動車の回生ブレーキ十分じゃん、ワンペダルとかいらないよとか言ってる人は申し訳ないですけど、ワンペダルドライブの EV を買ってください。でワンペダルドライブの EV を買って、ワンペダルドライブを体感してください。その後にワンペダルドライブなしの運転に戻れるか、申し訳ないですけど8割、日本国民の8割は戻れないと思います。まあ、というところなので、回生ブレーキだけじゃなくて、やっぱりワンペダルができるかできないかっていうのは非常に重要でありですね。その意味において日産っていうのは改悪である、リーフでできたのにね、改悪である。その上このE ペダルステップの回生ブレーキを取り始めた時のブレーキランプの点灯のスピードがあまりにも速いことによって、多分後続車を非常にびっくりさせてしまう、まあそういうようないろんな意味において、このですね、 E ペダルステップというかアリアのこの回生ブレーキシステムっていうのは全般的に僕はかなりマイナス評価だから、これは高速走行の時はそういうのはないですからね。特に市街地っていう話で言うと、かなりここはマイナス評価になる部分なのかなと思います。うん、ここら辺の段差の突き上げはそんな悪くないかな、ギリ悪くないかなって感じなんですけど、これだけふわふわした乗り心地で角が取れてない感覚があるっていうのは、ちょっとね、僕あんまり経験ないな。でこのですね、ドライビングセレクターのボタンもハプティックになってます。このエアコンの部分もそうです。はい、こう触れるだけでなりますね。ただこれ僕そうなんですよ、これ気づいたところがあって、このドライビングの部分のハプティックの感覚とエアコンの操作系のハプティックの感覚がちょっと違うんですよ。僕エアコンのこのハプティックの感覚はすごくいいんですよ。滑らかにボタンのこの押す感じがほらいい感じなんですよ。なんだけどこっちがね、ほら全然感触が違うんですよ。なので要するに
エアコンのハプティックの感触とこっちのドライビングセレクターの感触をが違うので、そのまあこれも多分慣れの問題です。多分1万キロとか2万キロとか走行させて常に毎日運転してるアリアをっていう人はこっちとこっちの感触がなんとなく違うのはもう分かってるので、体感値で。まあなのでこっちではちょっと強めというか、強めというかね、ちょっと感触が違うんですよね。強めじゃないんだよな。そう、ここが、そう。なので、これは、もう正直慣れの問題だと僕は思います。なので、僕がとやかく言う必要はないのかなと思いますが、ハプティックを使うんだったら、ここ統一した方がいいんじゃないの？押すフィーリングは。けど、ユーザーとしては、まあ、そんなに、慣れちゃえばいいんじゃねっていう気持ちは僕全然わかるので、まあここは僕の小言だと思っていただければいいです。そうだから、そうほら、まあ、強めだな。そう強めだ。だからエアコンの感覚でいくと、あれあれあれみたいな、じゃね、なんか変更できねえんだけどみたいな。で強めに押す。でもね、強く押しすぎてもなんかボタンみたいな感触になっちゃって、なんかうんみたいななるので、ここ違うんですよね。強すぎてももちろんいけないですよ。ねえ、こういうこと言うと、こういうこと言うと、いや、ハプティックとか使いづらいだろうみたいなことを言う人もいるので、だから僕は、ハプティックは基本的に車の中であれば、やっぱりハプティックの押し方、その押す感触っていうのは一定にした方がいいんじゃないかな。だからもしかしたら、エアコンの方が、こう、ちょっと触れちゃって、でもな、そんなこともないんだけどな。やっぱりその部分をちゃんと押すという感覚は必要になるので、ね、別にこっちのボタンでハプティックに関してもそんなにね、なんかあえてエアコンと変える必要っていうのはちょっと僕には設計思想的にはちょっと理解できないので、はい、ほらほらほら、うん、今はマシだったけど、一個前の段差は結構突き上げくるで、僕、エアコンの温度を22度に上げて。温度を22度に設定します。うん。いいじゃん。ドライバー側の窓ガラスを下げて。施設名で探す。施設名が認識でき、これはできないですね。戻る。音声認識を終了します。サンルーフを開けて。サンルーフを開けて。というところです。なのでそれはできないんだ。そこはできないっぽいです。はい。なんで、車両の、こう、制御部分に関してはできないってことですよね。ただ、ナビとか、まあ、空調であれば、こういうですね、音声の操作はできると。このね、一連の検証でも何回かね、動作、皆さんに実演していますが、まあ、悪くはなかったかな。悪くはない。けれども、その施設名とかを正式名称で言わないと反応しないっていう問題があります。なので、これがですね、その、例えばテスラの音声認識僕よく使ってますけど、あれはアバウトでいいんですよ。アバウトで大体言えば、その、なんだろう。だから言ってみたら、ググる感覚と一緒ですよ。ググるときに、じゃあなんか、わかんないけど、じゃあなんか、この洋食のレストランを、食べたいっていう時はいいですよ。レストランの お店の名前を打ち込めばいいんだけども、というよりかは、なんかイタリアンのお店に行きたい。この近くの。もしくはこの地名の。でも、別に店名決まってねえんだよな、みたいな。な時に、なんかじゃあ例えば、大都会大宮イタリアンとかって言うわけですよ。っていう感覚で、テスラは結構そこら辺が自由度があるんですよね。音声認識の自由度が。ところがアリアの場合は、僕がこれ何回か試してる間は基本的には正式名称じゃないと反応しないっていうところ
なので、ここはちょっと自由度が少ないかな、音声認識の、うん、という点はあるし、多分音声認識の速度っていう意味でも多分テスラの方がワンテンポ早い感じなので、だから僕はあっちで慣れている人からするとちょっとこのテンポ感が若干なんか、遅いなっていう風に感じるってしまうのは多分そういう部分なのかなとはまあ思います。はい。そしてですね、まあこのアリアね、まあこれ本当にそれ最後の総括になりますが、まあいろいろとね、もう EV 性能も、もう茶でもの環境もね、まあ、乗り心地とかもうね、全部言いました。じゃあ、最後、アリアの総括しましょうよと。この車おすすめなのかどうか問題です。これは本当に難しいんです。というよりも、実は僕の中では、結論が出ていたものが変わったということになります。というのも、僕がですね、去年の1月にこのアリアの B9 E-Force Limited を検証した際はですね、僕は一定数の人に結構おすすめなんじゃねえかというふうに思って、ずっと僕は生活してきました。2023年のね、まあ、おすすめ EV ランキングとか、まあ、入れてはないと思いますけども、まあ、アリアを買いたいって言われたら、相談とかをされたら、まあこういう諸問題は懸念しなければならないが、エクスキューズはあるけれども、いいんじゃんって、僕は結構言ってたと思います。で、今回の検証でも、その1000キロチャレンジとか見ていただければね、130キロワットが安定して入っていくよねとか、なんなら充電カーブすごくいいよねとか、そういうところも踏まえて、いや、EV 長距離、アリア使っても、まあ全然いいんじゃんみたいな。ことは言えるようになったんですね、僕は自信を持って。ところが問題はその当時と明らかに変わった前提条件が一個ありますよね。皆さん、このアリアに関して私はもう散々説明しましたが、アリアをあの当時買ったらですね、539万円 B6 です。で、 B9 に関してはもちろん値段設定はね、あの発売されてませんでしたから公開はされてませんが、まあ B6 と同じような値段設定でいけば B9 E-Force のそのスノグレードっていうのはおよそ680万円だったんですよ。そうでしょ？でしょ？ところが今 B9 E-Force ってなんと今790万円なんです。いいですか？680万円とかで買えてたはずの車が今もうなんと100万円以上ですよ。まあ基本的には120万円級の値上げをするわけですよ。で、じゃあその2022年とか3年モデルと比較して、これから再発売になった2024年モデルについてはいろんなところがアップグレードされて、でそれを含めてでも値上げがあるんですよね、しょうがないなっていう気持ちになるのであれば、可です。っていう結論をね、まあ言おうとしてたんだけども、2024年モデルのこのアリア B9 E-Force、まあこれはちょっとリミテッドなんですけど、B9 E-Force と2022年に変えていた、まあ、B9 E-Force、あっちはちょっとリミテッドになりますけども、何も装備内容変わってないんですよ。つまり、シンプルに120万円値上げされただけっていう話なんですよね。果たしてこれをですね、どうなのと、おすすめできるかって言われると、いや、ちょっと厳しくないっていうふうに、ごめんなさい。やっぱ僕はね、思い始めてしまう。で、この車は、ちょっとリミテッドなんで、ちょっと別なんですよね。ちょっと別。別なんだけども、その、ね、今の、だから B9 の、要するに E-Force、790万とかで、ここに、プロパイロット 2.0 だったり、サンルーフだったりとか、あとはこのナッパレザーのシートベンティレーション、そんなもん？まあ、アンビエントライトももちろんありますが、そういうのもろもろつけるとやっぱり100万ぐらいになるわけですよ。オプションだけでね。やっぱり900万とかの話になってくるわけじゃないですか。そういう世界線になりますよね。なりますよね。でしょ？だからもう、その、今の間が私の結論の全てを物語るわけですが、やっぱちょっとね、
これを装備内容に900万はちょっと厳しくないっていう。ねえ、まあ、プロパイロット 2.0 はいいですよ。まあ、1.5 でもいいでしょうと。そこは外しますと。まあ、なので、まあ、サンルーフつけて、まあ、もろもろやって、多分800万前半。中盤まで行かずに済むかもしれない。800万前半で行きましょう。サンルーフだけつけましょう。でしょ？じゃあ B9 フォースの800、20、30万。競合車種見てみましょう。テスラいます。テスラモデル Y。これ競合はパフォーマンスじゃないですね。ロングレンジになります。ロングレンジ今620万円です。いいですか？ 620 万。つまりモデル Y と比較しても、180万ぐらい違いますね。いや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 、200万か。200万ぐらい違うわけですよ。ヒョンデアイオニック5。ヒョンデアイオニック5は、今まあラウンジ、まあラウンジだな。オプションの装備内容を考えると、まあラウンジ AWD ですね。これが今まあ600万ぐらいですか？ですよね。600万。ですから、まあここもやっぱ200万以上違うわけですよね。で、じゃあアリアに、あって、なんだ、アイオニック5とかモデル1にない機能ってほぼないですよね。ところが逆に、あ、今アイオニック5、おい、おい、ちょっと待って、今さ、今絶対映像映ってたでしょ、これ、この角度。100% アイオニック5ですよ。ですよね。ところが逆に、ああですよね。ところが逆に、すごいな、この偶然。今僕はアイオニック5の話をしていたら、アイオニック5がいましたよ。やばいわ。ちょっと今、ちょっと鳥肌が立ちかけたけど、立ってはないけど。すげえ、アイオニック5来たわ。びっくりしたわ、今。てか、今の速度で、アイオニック5を目視視認して、認識する私の能力もすげえなって思いますけど、まあ、それはどうでもいいとして、何の話だっけ？そうそうそう。で、例えばだから今のアイオニック5って話をすると、 V2L ありますよね。車内のコンセント、充電口だけじゃなくて車内のコンセントも使えます。で、これ車内のコンセントを使えるっていう意味においては、実はこのね、オーナーさんはあの V2L のそのインバーターをね、あのリアのトランクに搭載してたりして、まあちょっとね、やっぱり電気使えたいよねみたいなところでは、やっぱりね、そういう気持ちになりますよね。だからやっぱなんで、特にこう B9 みたいな 87kWh も電気があって、それで電気を取り出すことができないっていう。まあ本当にですね、ちょっとここは、アリアのやっぱプラットフォームの古さっていうのが、ちょっとやっぱちょっと厳しいですよね。まあそういう風に今見えてきちゃいますから、ここもやっぱ残念だし、ちょっとだからどんどんちょっと、話が大きくなってきますが、何にせよ何が言いたいのか、何が言いたいのか、120万円の値上げの後っていうところを考えると、ちょっと今からアリアの B9 フォースをどれだけの人にお勧めできるのかっていうと、ちょっとどうなのっていう。だから唯一、じゃあその中でもアリアのどのグレードをお勧めするかって話になりますよ。っていう意味で言ったら、僕はね、もちろんちょっとこれ、住む地域とかにももちろんよるから、まあ、もろもろいろいろとありますが、B9 フォースかな？でも、その中だったら。B6E フォースはやっぱり全体的に航続距離が足りないし、B6 単体で660万で買うのであれば、それだったらモデル Y RWD とか、そういうのを買った方がいいわけですよ。とかってやっぱ思っちゃうし、でしょ？ただやっぱ B9 フォースであれば、やっぱりね、まあ日産のフラグシップモデルのフラグシップグレードとして、まあ買う。で、まあ 87kWh 積んで四駆なので、まあこの関東とかに住まわれてる方は、まあお金持ちのおっちゃん。お金持ちのおっちゃんは、まあ、いいんじゃないって思う、言えるし、あとは、雪国であれば、まあ、特に雪国とか、そのあっち方面、まあ、今回の北陸だけじゃなくて、東北とか、
あと北海道田無市になったら、やっぱテスラってちょっと向こうじゃ買えないっすよ。やっぱりそのサポート体制があまりにもなさすぎて。で、これはあのヒョンデも全く一緒ですから、そういうサポート体制もろもろを含めたら、アリアの B9E フォース、B6 はちょっと航続距離が短すぎるから、B9E フォースで、雪国で、四駆で EV 欲しいっていう方だったら、これは選択肢の一つに含めてもいいんじゃないかと。高いよ。高いけど、まあ、EV の四駆を欲しい、安心してっていうんだったら、一定の価値は僕はあるんじゃないかな、とは思います。ただし、やはりじゃあそれ以外のグレードを、っていうところを踏まえると、なかなかにちょっと、この値上げっていうのは、結構厳しいなっていうようにやっぱ思いますよね。だからやっぱり今原材料価格っていうのはやっぱり下がりてる傾向にありますから、もちろん人件費とかね、まあいろんなところは上がってますけど、ちょっと120万はさ、ちょっと日産やりすぎですよ。うん、だし、これ僕いつも動画でね、散々擦ってますけど、さ、ね、中国では、まあちょっと中国は、まあちょっと置いとこう。中国はちょっと別だとしても、欧州、北米、両方値下げしてますからね、アリアって。日本人でさ、これアリア買ってる方には本当ね、ちょっと申し訳ないですよ。毎回毎回擦ってるから、ちょっと皆さん怒ってるかもしれないけど、でもさ、欧州もさ、アメリカも値下げしてる車、で、しかもさ、これさ、栃木の上の川工場で作ってんだから、ね、なんならさ、なんでさ、ね、欧米で値下げしてる、ね、同じ工場で作ってる車が、日本では120万も値上げすんだよ、みたいな。全く話にならないわけですよ。だからこれはもう、欧米で売りたいわけ。てか、まあ、もうちょっと申し訳ないけど、やっぱり競合がいるから、もう、アリアなかなか売れないんですよ。もうこれ販売台数見ても明らかですからね。だから、ちょっとでも値下げをして、売りさばきたいわけ。でも、その値下げする余力がないので、じゃあその余力をどこで生み出すかっていうと、日本国内で高く売りさばこうっていう、ごめんなさいね。でもやっぱちょっと そういう魂胆が、僕なんかはね、すごく毎月正確に販売台数の動向とか追ってますから、ちょっとね、申し訳ないけど、やっぱそういう魂胆が、ちょっとやっぱ透けて見えてくるわけですよ。で、そういうのを踏まえてもね、ちょっとやっぱりこの値上げ幅で、アリアをおすすめできるかって言われると、やっぱちょっと当初とは、やっぱその、当初は違うよ。もう何度も言うけどね。考えがやっぱり変わってきてます。やっぱりその、周りの状況が変わってきてるから。だから、やっぱりそこを踏まえると、なかなか、ちょっと、アリアのおすすめ度合いっていうのは、かなり変わってきてしまっている。ただやっぱりそれを、こう、元凶になってるのは、なんといっても、アリアの、その、発売時期の遅さですよね。だからやっぱり2020年に、発表された当時と、じゃあ2021年にリミテッドが発表された時、もしくは2022年3月のアリアの B6 リミテッドで、5月のアリア B6 スノーグレードの納車の時期と比べても、やっぱりもうそっからでもだって2年以上経ってますからね。だからやっぱりこう、あまりにもリードタイムが長すぎるので、アリアって一口に言っても、もう全然変わってるわけですよ。その切り口がね、どん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 周りが変わってるから。だからそういうのを含めると、2020年100歩譲って2022年の時ではやっぱり一定おすすめできていた車としても、やっぱり2024年って話になると、なかなかにちょっと苦しいものがありますよね。で、それでいて結局モデルチェンジも何もないですから、うん、だからやっぱりアップデートもされないしってことを考えると、ちょっとね、苦しいものがありますよね。ただもうアリアのエクステリアデザインがもう気に入って、アリアしか眼中にないと、 EV はアリアしか眼中にないんだっていう人に限っては、 EV の性能っていうのはやっぱり一定程度ね、やっぱりこれは1000キロチャレンジとか見てもですね、おすすめできるんじゃないかと。ここは僕は今回の検証をね、踏まえた上で、胸を張って言えるようにはなったと思いますので、まあ、この点はね、今回の検証を通して良かった部分なのかなとは思っています。はい、まあ、というところでね、長々と喋ってきましたが、
まあ、今回もアリア、走行、めちゃめちゃ走ってます。で、さらに過去2回ですね、選挙チャレンジもやったりしてますから、多分ね、走行、なんだ、アリアの僕の、走行距離は、多分1万キロ超えました。今回で。なので、多分下手な、アリアオーナーより僕多分走ってると思います。ちょっとなんか、笑けてくるんですが、まあいいや。何せよ何せよ、非常にいい、経験にもちろんなってますし、国内のね、やっぱりベンチマークになりますから、そういうベンチマークをこれだけ走らせてるっていうところは、私のね、これEV の評価軸という観点でも、多分いい経験にこれなってると思いますので、まあこういうね、動画も参考にしながらですね、まあこのアリア、アットスリアン、おい、やべえぞ。一応アリアの、まあ競合とまでは言いませんが、でも、アット3も、同じ SUV ですからね。アット3も走ってます。ね。もう普通に走ってます。もう大都会埼玉とかさ、なんかアット3、なんかめっちゃ走ってるし、なんなら僕1日になんか7台とかアット3見た日があって、僕なんか気狂ったかと思いましたけど、まあいいや。まあいいや。何にせよ。そう。アリアね。はい。まあ、こういうですね、動画、検証もですね、参考にしながら、まあ、エクステリアデザインだけ、インテリアもね、5億点出てます。エクステリアもかっこいい。だけれども、EV っていうのは残念ながらね、まだ、こう、エクステリアデザインだけで選べるような時代では、残念ながらないので、まあ、こういうですね、まあ、EV 性能だったりとか、まあ、いろんなね、こう、インフラとかですね、ところも、まあ、踏まえた上でですね、このアリアを購入検討するのかしないのか、まあ、別のね、EV を購入検討するのかしないのか、そういうところのですね、判断材料のね、一つにしていただければ幸いです。そんな感じで、アリア、検証お疲れ様でした。もうね、アリアはもう返却の時間でね、非常に寂しいですが、またね、何かの機会があれば、別にね、アリアの検証なんかもね、もしかしたらね、今後、アップグレードなんかもね、されるかもしれませんので、そういうところもね、含めて、アリアのね、これ最新情報についてはですね、またこのチャンネルでは定期的にですね、情報アップデートしていきたいと思います。そんな感じで、見通しよい。